メガ CD、メガ 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 CD、セガ CD とは、セガエンタープライゼス、現、セガゲームスが発売した、メガドライブ用の周辺機器。日本では1991年12月12日、発売。価格は49,800円。メガ CD を、メガドライブに接続することで、メガ CD 用ゲームをプレイできるほか、 オーディオ CD および CD g 規格の CD を再生することができる。メガドライブ本体側面の拡張用スロットを使用してメガドライブ本体の元に接続する。初期型のメガ CD の CD r o m ドライブは電動で開閉するトレイ式フロントローディング式で後期型のメガ CD2 では手動で開閉するトップオープン式に改められた。 メガ CD、メガ c d に2はどちらもメガドライブメガドライブ2の両方の本体に接続可能。海外市場でリリースされているメガドライブ3、ジェネシス3以降には接続できない。NECHE の PC エンジン CD ロ m が採用していた CLV 方式とは違ってフロッピーディスクやハードディスクなどパソコン用記憶装置でも使われていた下部方式を採用していた。 内周と外周のトラックで回転速度を変えて制御するランダムアクセスとエラー補正機能を備えた本格派の CD ロム機として発売された。本体内に大容量の 6MW フ,ファラムやスーパーファミコンを上回る二軸回転も可能な拡大縮小処理機能を装備。また、メガドライブよりも高速な 68000CPU を搭載してメガドライブと並列処理をさせることで データと表示の同時処理を実現した。当時としては最先端のゲーム制作環境を見越した作りになっており、背景動画の上にワイヤーフレームで破壊可能なオブジェクトを表示させたスターブレード当たり判定がある毎秒15コマの全編背景動画の上でリアルタイムポリゴンキャラクターを動かす CPU 並列動作という手法を取ったシルフィードほか海外ソフトでも 再生と静止による動画処理で背景を任意スクロールさせることができるブラムストーカイスドラキュラや時間軸で同時進行する複数の実写ムービーを切り替えるといった同再生のインタラクティブ性を大幅に向上させたナイトトラップなど当時画期的ともいえるフル CG やフルビデオムービーを多用する次世代ゲームへの方向性を示した日本で内々に開発された メガ CD は1991年6月に開催された東京おもちゃショー91にて初めて公表され、同年12月に発売となった。日本市場における販売台数は1994年5月の時点で38万台と推測されており、これは当時の日本におけるメガドライブユーザーの11%にあたる。北米版メガ CD である。 セガ CD、SCD は1992年1月にシカゴで開催された CS で発表された。同年11月と告知していた発売予定を繰り上げ10月15日に発売された。メガ CD ではバックが雲の画像だった。起動バイオス画面は北米版。セガ CD では地球を背景とした宇宙空間画像に変更された。BGM も改められた。なお、 セイグクドとセイグクドマダル2でも BGM が異なる。デザインは日本版とほぼ同一。日本のメガ CD ソフトは北米版、セガ CD では起動しない。ただし、日本版バイオスロムを装着すると日本版のメガ CD ソフトが動作する。北米ではセガ CD 本体自体、やや高めの価格で設定されていたため、セガジェネシス本体ほどの勢いがある売り上げは、 見せていないものの、ニンテンドーが、スーパーニンテンド用 CD r o m ドライブである、プレイステーションの開発を中止され、NEC のターボオーディオやフィリップス社の CDI がほとんど普及しなかったこともあって、海外では、セガ CD が事実上、CD r o m ドライブユニットとしての一番手の役割を担った。ヨーロッパでは、 日本と同様にメガ CD という名称にて1993年4月19日に発売された。すでにメガ CD2 の登場後という時期に発売開始されたため、スペインなどでは最初からメガ CD ではなくメグ CD2 が発売された。欧州市場でもやはり北米市場のセガ CD と同様、本体自体がやや高価格で販売されていたため、多少売れやぐんでいたものの、 北米市場と同様 CD r o m ドライブユニットとして高いシェアを得している。ブラジルでは北米のセイフクドマダル2が北米と同じようにセガ CD の名称で発売された。なお、ブラジル版メガドライブ本体は北米版のジェネシスではなく日本や欧州と同じメガドライブの名称だったためしばしば非公式にメガ CD の名称でも呼ばれる。製造販売は手取り。 およびメガドライブのゲームタイトル一覧も参照。お参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。